はい、住んで埼玉です、今日はですねゲストをお呼びしてます。たくさんお願いします。はい、よろしくお願いします。埼玉市の北区のマンションにお住まいで、はい、で今回は、たくさんからその北区ライフというか、はい、埼玉市の大宮の一個先の宮原とか日進とか、まあ、そこら辺のエリアにお住まいでいらっしゃるので、そこに住んで12年経たれているというところで、おそらく北区のいいところも微妙なところも全部分かってらっしゃるんじゃないかというふうに思うので、まあ、ちょっとインタビューできればなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。まず、北区大宮駅から電車でプラス1駅、うん、そうですねっていうところがまあ多い、1駅ないしはまあ2駅ぐらいかな。そうですね、はい、便利なところ不便なところもちろん両方ある、うん、まあそれはどこの町もそうなんですけど、もちろん、はい、便利なところいいところっていうのはもうとにかくイニシャルコストとランニングコストがその1個先手前の大宮と比較してダントツに安いっていうところですね、うん、そうですね、はい、マジで、はい、イニシャルだけが安いとかランニングコストだけが安いとかじゃなくて両方が安いんで、そうですね、はい、だから月々の居住費とか銀行の返済とか、うん、まあ、あとは駐車場代も比較的埼玉市の真ん中よりも安いし、うん、ランニングが抑えられる分ゆとり持って生活できたり、まあ、なんか趣味にもちょっとお金使っちゃおうかなとかもできたり、そうですね、車持ってる世帯な人だったらもうがっつりおすすめできる場所だと思ってます。車持ってお子さんもいらっしゃるファミリー世帯というか、うん、そうですね。で、普段の仕事は、うん、通勤で都内に行ってるけど週末は家族で車で出かけるよみたいな世帯の人だったらもう大宮よりも北区の方がいいよ、がっつりおすすめしますなるほどね、はい、ちなみになんか週末というか平日はたくさんは基本的に仕事をされてらっしゃるとは思うんですけど、はい、コロナ禍は在宅中心だったって話だったんですけど、はい、最近は週半分ぐらいは東京の方行ったりしてるんですか？そうですね、週 2,3 回出勤っていう感じですね今。なるほどなるほど。逆にそのコロナ前とかは、はい、まあ、基本的に毎日出社するような生活、はい、あ、そうですね、あの在宅っていうのはまあ基本的にないですね、うんうんうん、じゃあ電車に乗って JR 乗って、はい、東京方面行って通勤時間としてはドアドアで言うとどのぐらいでかかる感じなの？1時間ちょっとですかね。あ、なるほど。電車に乗ってる時間が40分45分ぐらい、うんうんうん、でプラスあと家からの駅から会社までの徒歩で合わせて、うん、まあ、ドアドア1時間っていう感じです。1時間ぐらいっていう感じ、はい、で奥様の方は大宮の勤務、はい、そうですね。なるほど。妻は、家から自転車で30分です。あ、なるほどね。はい。運動も兼ねてと。あれですよね、夫婦共働きで今もそうだし、はい。育休、産休を除けば基本的に2人とも働いてる生活って感じですもんね。そうですね、はい。どうなんですか？もう第二子になると慣れてらっしゃるのかもしれないですけど、はい。一番最初のお子様生まれた時とか、まあ、うん、奥様の職場が近いっちゃ近いとはいえ、はい。結構大変な生活だったんじゃないかななんて勝手に想像するんですけど。ああ、そうですね、妻の方は特に大変だったかなとは思いますね。ああ、なるほどね、はい、当時ってどういう生活してたんですか？ちなみに朝起きて、はい、まあ、2人同じぐらいの時間に家を出るんですけど、はいはい、私が朝保育園に子供を連れて行って、なるほど、はい、でそのまま私は保育園連れてた後にそのまま電車で都内に行ってしまって、ああ、で帰りの時間はもう妻が自転車で保育園に迎えに行って、なるほどっていう、はい、私が帰ってくるのはもうそれよりもだいぶ遅い時間っていうことが多かった。ああ、そういう感じだったんですね、はい。保育園はそのマンションと駅の間とかその周辺とかだったんですか？間ではないし、駅を一度通り過ぎて反対の方まで行って、それでも自転車で家から5分ちょっとぐらいかな。なるほどなるほど、はい、じゃあそういう子供を保育園に送りながら出社するみたいな第2の生活がずっと、じゃあ5年6年ぐらいそういう生活だったって感じですよ。
まあ、そういう意味で子供一回保育園転園してるんですよ。ああ、なるほど。まあ、でもそういう平日はそんな感じでと、はい。はい。休日はまあ家で過ごされる日もあれば出かける日もあるとは思うんですけど、はい。どんな感じだったんですか？そうですね。子供がなんか暇、家にいるとそれはそれで結構大変なんで、もう子供は連れて外に出ちゃうっていうことの方が多かったですね。電車に乗って子供と移動するっていうのも結構あったんですか？ほぼないですね。あ、じゃあ車なんだ。車ですね、もう。なるほど。だからその、大宮のちょっとさっき、まあ、宮原とか日進とか、そこら辺、はい、トロとかもまあ、講義の同じエリアだとは思うんですけど、はい、そこら辺でお子さんいらっしゃって車ってなると、はい、例えばどういうところに行くことが多いんですか？基本的にはショッピングモール出かけることが多いですね。うん、イオン行ったりとか。うんうんうん、この近辺だと、アリオ、アゲオ。あ、アリオ、アゲオね。うん、あと、ステラタウンとか。はいはいはい、であと、ヨノのイオン。あ、ヨノのイオンね。はい。あっちまで出ちゃうっていうことがもう、ショッピングモールだったらその辺が多いですし、うん、あと、子供を連れてても大丈夫だったら、まあ、公園行くとか。うんうん、そういうのも、結構、車で移動になると選択肢広くなるんで、そうですね、はい、あそこら辺からだって北に行くのも南行くのも西行くのも東行くのも出やすいですもんね。出やすいですね。宮前インターのところからね、どんな方向にでも行けるんで。いやだから僕もツイッターでもずっと言ってますけどもう車で言うとあそこ以上の場所ないぞというふうには思ってます、私も。そうですね。強いて言えば、うん、最低埼玉内での東西の移動がしづらいぐらいですかね。あー、なるほど。私の趣味でキャンプっていうことで、飯能の方とか、あっちの方に出たりするときに、高速に乗っても、高速に乗るために、どっちの上下にも行っても大変なんで、あ、下道で行っても大して時間変わらないっていうところが結構ネックかな。まあ、本当に強いて言えばですそのぐらいかと。はい。キャンプは大体飯能とかそっちに行くことがほとんどって感じなんですかね。うん、そうですね、そこが多いですね。そうっていう感じ。埼玉県内のキャンプ場とかで調べてもあっちの方しか出てこないんですね。ああ、そうかそうか。そう、それがつい最近かな、去年の夏ぐらいに西区に差し扇にキャンプ場が一箇所できまして、荒川の河川、武蔵野高校のすぐ近くですね。あ、そっちの方なんだ。はい。近場にできてよかったと。そうですね。まあ、ちょっと実際行ったことはないんですけど。はいはいはい、はい。だから、まあ、遠出する飯能とか行くのは確かに距離もあるし、時間もかかるかもしんないけど、うん。まあ、アリオ・アゲオ行くのも、ステラタウン行くのも、ヨノノイオ行くのも、まあ、20分前ぐらいですね。うんうん、ステラタウンだったら本当5分ぐらいで着きますけどね。そうですよね、はい、うん、複数の選択肢があるのもいいですね。そうなんですよね、うん、今日今週はこっちとか、うん、じゃあ来週はそっち行こうとか、そう本当にもうちょっと伸ばせばモラージュ勝負とかあっちの方も全然選択肢入ってくるんで。確かにそうですよね、はい、公園とかも どこに行くことが多かったですか、はい、今もそうですけど、アゲオの丸山公園っていう場所があるんですけども。丸山公園行くんですね。はい、あそこは遊具もいっぱいあるし、まあ、広いし長い滑り台があるんですよ、あそこ。わかります。はい、あれ子供が好きでよく行ってましたね。あとは、まあ、その場所を選んだポイントとしてはそれぞれのご実家が近くっていう話だったと思うんですけど、うん、はい、こうなんか10年以上こう、はい、子育てをしながら北区に住んでみて、やっぱご実家を頼る機会とかもう、はい、どうなんですかね、結構多かった感じなんですか。あ、小さい頃は特に、まあ、やっぱり急に発熱、子供が熱出しちゃうと保育園に預けられないっていうことがあったんで、うん、まあ、その時はちょっと申し訳ないけどちょっと来て見ててっていうのをお願いしたりとかありました。なるほどなるほど。だからまあ、ご実家も近くにあってご両親もいらっしゃって、はい、まあ、そういう意味もあってその北区を選んだとは思うんですけど、まあ、それも良かったポイントの一つという感じですかね、うん、そうですね、はい。食事とかも家族で行くってなったら車乗ってロードサイドみたいのが多いでしょうね。あ、もうそうですね、うん、選択肢はもう本当それこそ無限にあるようなもんなので。いや本当多いですよね。
はい、だから大宮のちょっと先に住むっていうのは、すなわちなんだろう、遊ぶ範囲とか生活の範囲がこう南というよりも東と西と北に広がっていく感じ、うん、あ、そっちの方が多いですね。もしくは大宮は通り過ぎる感じですね。ああ、なるほど。はい。あとはまあ北区、まあ総合的な満足度は多分かなり高いとは思いつつ、うん、なんだろう、まあこれから北区を検討する人とかに、なんかあらかじめ言っておくべきこと、まあ前の動画でも、その、やっぱり電車が大宮止まりで乗り換えに待つとか、うん、みたいな話ありましたけど、はい、その北区を選ぶ人への重要事項説明みたいなのあったりします？車のね、移動した時のその行動範囲がとにかく広いっていうのはあるんですけど、うん、逆に車がない人は あまり正直帰宅絶対いいぞっては言いにくいかなとは思いますね。だからもう車とワンセットであるみたいな。はい、そうですね。なるほどね。近くにその商業施設とかスーパーとかがあるっていうようなところだって、でもう本当そこしか行かないよっていう人だったら全然いいかなとは思うんですけど、せっかく北区住むんだったら車持った方がいいんじゃないっていう。確かに、なるほどね。だから北区で駅近で車なし生活も生きれるは生きれるけれども、はい、まあそんなにおすすめはしないか、うん、まあおすすめしないっていう言い方もちょっと語弊あるんですけど、はい、なんかもったいないなって思ってちゃうんですね。ああ、生かしきれてないぞみたいな。はい。ああ、僕もその立場なんですごくわかります。なるほどね。あと聞きたいのが、はい、保育園小学校のこと聞きたいんですけど、はいはい。今下の子が3歳でいらっしゃって、はい。もうあれですか、1歳になるぐらいから保育園に入れてらっしゃる。はい、1歳からですね。あ、1歳から入れてらっしゃって、はい。だから入れたのが約2年前だとは思うんですけど、はい、当時ってスムーズにこう保育園に入れられたんですか？まあ、結果的には入れたっていう感じですね。申し込みのところでうまく点数で入れたなっていう。なるほど、はい、それは希望のところに第一希望のところに入れたって感じ？あ、そうですね、はい。じゃあもしかしたら第一希望のところに入れなかった可能性もあるっていう。ありますね、はい、十分あります。その場合って、はい、もう家からちょっと離れたり駅から離れたりするところを選ばないといけなかったって感じ？そうですね、駅からはもうむしろ逆に近いかもしれないですけど、希望したところは。ただ埼玉市の北区の中でもその駅に近い保育園っていう、まあ北区に限らずかな、うん、駅に近い保育園ってもう1歳2歳、まあ、0歳っていうのは保育園どこも人気で定員埋まっちゃってるような状態なので。そうか、はい、なるほど。だから、まあ、保育園に結果困ってはいないけれども、いない、はい、困る可能性もあるはあったっていう感じ。そうですね、ちょっと駅から離れた保育園を選べばまだ全然選択肢はあるんですけど、うん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 、通勤に使う途中に寄れたらいいなとかっていう保育園は、つい先週かな、私保育園のその定員の状態見たんですけど、0歳から2歳3歳まではやっぱり厳しい、もう定員埋まってるっていう保育園がほとんどでしたね。ほとんどだったってことなんですね。はい、そうかそうか。だから仮にこっから北区に縁がなくていきなり住むようなご夫婦もいるかもしれないんですけど、うん、はい、入れないことは多分なさそうだけどって感じ。保育園選べるかっていうとちょっと難しいかもしれないですね。なるほどですね。はい。私、上の子なんかは最初、やっぱりその希望したところ入れなくて、認可外の保育園に最初通ってたんですけど。そうなんですね。はい。で、途中で認可のところも入れるっていうのだったんで、転園したとかはあるんで。じゃあ、ちょっとそのご苦労は、特にお子さんが0歳、1歳、2歳とかだと、うん、もしかしたらベストな選択ができない可能性もあるよという感じ。そうですね。それって2021年の今日の最新状況としても、さっき先週調べてもらったって話だったんですけど、はい、まあ、同様に厳しいところはあるよっていう感じですよね。そうですね、まあ、特に駅近は大変だと思います。特に駅近、そういうのを希望するのであればちょっと大変だよと、うん、なるほどなるほど。来年の春オープンするっていう保育園まだ何個もあったんで、
そういうところも選べるかな。あと0歳なら入れるけど、0歳の入った子って基本的にそのまま1歳のこの枠に入ってくる子とか多いんで、じゃあ1歳の時にその定員数が増えるかっていうと、ほとんどの保育園で増えるないんですね。あ、そうなんだ、はい、先生一人当たりで見れる子どもの数っていうのが決まってて、それが4歳とかになると先生一人に対して子ども5人見れるとか。なるほど。そういう、はい、それまでは0歳1歳は先生一人に対しても子ども2人までとか、0歳から1歳になった時の枠っていうのはほとんど増えないんですけど、なので0歳から入んないと結構大変っていうのはあります。そういうことか。はい、だからそれってアドバイスというか、仮に今お子様がお腹の中にいらっしゃるような2人暮らしの夫婦だったら、早めに何だろう、住む場所決めて出発もした方がいいんじゃないかっていうアドバイスって感じ。そうですね、はい、今の情報は北区に限った話ではなく、まあ、どこの保育園でもそうですよね。まあ、もう生まれちゃっていたり、もう1歳2歳だったらしょうがないけど、うん、まあ、家をいつか買おうかなって思ってる2人暮らしの夫婦とかは、うん、まあ、早めに陣取っといた方がいいんじゃないみたいな。そうですね、その方が、保育園を探すとか、うん、実際その保育園見に行って、うん、これいいなとかっていうの私もその行ったんで、なるほど、動きやすいかなとは思います。なるほど、ありがとうございます。あとはその小学校は、うん、その北区の今大規模マンションに住まわれてらっしゃると思うんですけど、うん、そこにそのマンションの子どもたちがほとんどぐらいの勢いですか？あ、クラスの半分以上そうですなるほど、はい、クラスの半分以上そうだよと、はい、どういう同級生の子たち、うん、親、要するに、うん、なんだろう、たくさんご夫妻みたいに、うん、結構地元出身のパパママが多いっていう感じなのか。いや、そうでもないですね。うん、やっぱり子供が仲がいいところのご両親の話聞いても、ま、実家全然埼玉市とは離れたところに住んでたとか、そういう人たちは多いですね。なるほどなるほど、うん、じゃあ遅延もなく、住まわれてる人も多いし。あ、多いですね、はい、地元の延長線上でそのマンション買ってる人もまあいるしっていう。そうですね、はい、まあ、とにかくだから世帯数が多いから一概には言えないですよね多分。そうですね、そのマンションの棟自体も何個かあるような、ね、はい、マンションなんで、うんうん、なんで今小学校高学年ってことはお子さん通われて5年ぐらい経ってるとは思うんですけど、はい、特に何でしょう、まあ、小学校だからいろんないざこざとかトラブルとか大小あるとは思いつつですね、はい、ざっくりなんかそんなに問題ないような感じなんですか、ね、あ、全然聞かないですね。すごまあ子供同士のちっちゃいトラブルみたいなのはどこの学校も絶えずあるんでしょうけど、うん、なんかもう学校内でこのクラスが大変だとかこの学年大変っていう話は全然聞かないですね。だから自分の子供の代もそうだし上も下もそんなに聞かないよっていう感じ、うん、そうですね、はい、その大宮から一駅離れたそのエリアの、はい、ご家庭で例えば私立の中学校に行きますみたいな人もいるとは思いつつ、うん、周りの人たちってそのままその学区の中学校に行く人が圧倒的には多いとは思うんですけど、うん、そこら辺でなんかたくさんの耳に入ったりします、そういう話って。あ、やっぱほとんどの人はそのまま学区の中学校に行くっていう人が多いですかね。ただまあもちろん私立に行く人も多いし家の近所にも小学生向けの塾っていうのもやっぱ何個もあるんで、その塾ごとによっても英語に力入れてるところが多いとか、まあ、そういう話聞くし選択肢も多いかなとは思うんで、うん、まあ、もし私立に行かせようと思ったとしても行かせる塾も含めて選択肢は十分選べるんじゃないかなと思います、うんうん、まあ選択肢はないわけではないって感じですよね。そうですね、はい、なるほど。だからそういう選択肢も取れるは取れるよというような感じということですよね。そうですね、はい。大体どうですか、共働き世帯は比較的多い印象ですか？あ、そうですね、共働きもまあ多いし母親の方は専業主婦っていう方も、うんうん、まあまあ中にはいるけど割合的にはそんな多くないかなっていう印象ですね。なるほどなるほど。どっちかっていうと共働きの方が比較的多いかなというような印象。そうですね、はい、うん、なるほど、ありがとうございます。だから大宮プラスワン、まあ一駅先ぐらいのゾーンがちょうどなんかこう都心的生活と郊外的生活の中間みたいな、うん、
イメージはすごいありますね。はい、そうですね、うん、どっちも選びうるというか。そうですね、はい、うん、というような感じですと。はい、宮原とかの駅前も比較的飲食店とかも数地味にありますよね。そういうありますね。少しずつまあ増えてるか増えたかなっていう感じはしますね。うん、徐々に徐々に増えて。チェーン店はあんまりないかもしれないですけど、個人のお店の方が結構頑張ってるかなっていう感じです ね、 ね、うん、ね、そうだ、はい、びっくりした。うん、やっぱりなんかその子供複数人欲しいとか、うん、車持ってこういろんなところに行きたいとか、そういう人たちは例えば、まあ、浦和とか与野の方ももちろんいいけれども、うん、まあ、そこから先に行っちゃった方が出やすいしなんかね、ゆったり生活できそうな感じしますね。そうですね。他なんか北区に関して、あ、これ言っとかないとみたいなことあったりします？結構言いたいことを言った感じですかね。絶対車持った方がいいよ。もう強くおすすめします。わかりました。はい、じゃあそんなもんすかね。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。それでは失礼いたします。はい、失礼します。ありがとうございました。はい。